ハイサイ、ハイタイ、ハッシュペアです。イエーイ。はい、ということで本日は新しいチャンネルを改築した件についてお話しさせていただきたいと思います。よいしょ。あのハッシュペアでこれまで出してきたハッシュペア Vlog、あの我々がデートして、そのなんだろう、行ってきた場所を紹介するっていう、まあ、あの動画もこれまでたくさん出してきたと思うんだけど、そこでこの出してきた中でよ、このちょっとなんかそれっぽいオープニングを作ってきたと思うんですよ、まあ、そこだけを切り取った動画を上げていこうかなと思って、新チャンネルを今回立ち上げさせていただきました。まあ、その名もハッシュペアシネマティック Vlog コレクションということで、新しくチャンネルを作りました。はい、まあなんだろうね、ちょっとした本当にショートムービーを上げていくっていうだけの動画なんですけど、まあそれだけ見るのもね、結構なんだろうね、楽しかったり。そうなの。ね、あれだけでも良かったりするから。もうオープニングで満足しちゃうから。そうだよね。それが一気に見れるチャンネルってことでしょ。そう、それだけを一気に見れるから、逆にそれもそれでいいのかなと思って、だからまあサブチャンネルっていうよりはそれもそれでハッシュペアのメインチャンネルというか、だからちょっとした、まあ、そこは Vlog じゃなくて、このシネマティックな表現とか、そういったちょっとしたショートムービーを本当にまとめて動画を出していきたいと思っています。はい、というかもう結構出てます。はい、なのでもしよかったらですね、あのそれだけを見たいっていう人もいると思うので、あの概要欄の方から、はい、ハッシュペアシネマティック Vlog コレクション飛んでいただけたらと思います。はい、まあいろいろとねそれっぽいやつを出してるので、まあ一応ハッシュペアで出してきたね、あのデート Vlog のオープニングなんで基本ここでも見れるんですけど、まあここはどっちかっていうとそこじゃなくて、やっぱりこの2人の何気ないデートシーンとかをメインに撮ってるところがあるので、まあもう本当にそこはもう本当にその映像表現だけを追求した映像だけを出していくっていう感じです。はい、ということで以上、まあ、ハッシュペアからのご報告ということで、はい、ぜひ見てください。見ます。よろしくお願いします。ということで、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。はい、久しぶりにこの感じでクリックいきましょうか。私、はい、俺が行く。もうシンプルクリックでいいんだよ。シンプルクリック、はい。シネマティック Vlog。 おー、もうシンプルにクリックできなくなってる。うん、もうタイミングがわからんくなってる。はい、まあということでね、シネマティック Vlog コレクションということで、いろいろと動画発展的に上げていくので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで、ハッシュペアでした。バイバイ。